ははいこんにちはやすです、えー、今日はね収録部6月30日なんですけども今日のヘッドラインはね逆金融相場終了これを見ようってうね内容でお届けしたいなと思ってます。今日もね最後まで見ていただいて動画と思っていただければぜひ、ね、チャンネル登録、いいねで応援していただけると嬉しいです。で今日はあのちょっとね結構難解なんですけどもちょっと ERP っていう、ね、指標をね えちょっっととね紹介したいなといなう,うに思ってます、えー、私かねてよりあのまあ逆金融相場が終わってね逆業績相場に移ってきますよという話をしてますがま私の中でねこのなんか確固たるなんうかなこの指標がこうなったから金融相場が終わって逆業績相場に入るんだみたいなところをちょっと指し示す指標がなくてまあな,んかなんとなくそういう雰囲気かなという話しったらちょっと申し訳ないんですけどもこの ERP という指標がね結構ね それをまさに捉えてる感じもしたかなというふうに思うので今日はちょっとねそれの紹介をしていきますただ結論は変わらなくてま金、あ、利に注意しつつもまあ、ちょっとインフレね、あのー、しぶとくねコアが残ってますからまだまだ金利が少し上がる可能性はあるんですけどもまあ、そこは一旦ニュートラルにしつつ基本的には決算に注目する7月になるかなというふうに考えてんで結論はねえ変わりませんはい えー、今日の話は、ね、別にそんなにこれでもって売り買いって話にはならないと思うんですけども、ぜ、ま、ひ、あ、ね今日の話が、ねえー、参考になれば、ね、あの幸いですし、まあ、それでもって、ね、皆さんの判断で、ね、投資をしていただければと思います。というわけで今日の本題に入っていくんですけども、えーとまあ、まず、ね、いくつかあるんですけども、よくこの金利が上がったらハイグロが売られると、金利が下がったら株価が上がるとか、いろいろ言われてますよね。 でこれの結構問題になるのは程度が分からないんですよ、うん、まあじゃあ金利が上がっ,上さい金利が上がったら、えー、株価が下がる金利が下がったら株価が上がるで一般的に言われるのはその金利が、えー、上がるとその特に利益が出てないあのハイテクの株よりかは国債を買った方が、まあ、いいから売られますよねみたいなあの、まあ、そういう話だけど。その 程度が分からないなと思ってるので、じゃあ今、金利がすげえ高いから、ハイグロとかハイテクはさらに売られるのかっていうと、ま、とかね、あと s、s p がさらに売られるかっていうと、まあ、ちょっと程度が分からないですよね、この話。うん、今、金利高いけど売られるんですかみたいな、うん、程度が分からないですよね。で、もう一つ、まあ、私もこれ、今年の年初からよく使ってきたんですけど、PR ですよね。まあ、年初から私、PR が高いから、ちょっと気をつけた方がいいですよっ,つって。 引き締めががあっっったたら売ら売れますすよよて程度かかなんでどこまで売られるのっていう。で今もう私がこのこの水準がねあの何ちゅうのかなこの水準があの割安か割高かっていうのはちょっとよう分からない、うん、っていうのはやっぱありますよね。でそのなんでこれがこの割安か割高か程度が分からないかっていうとこの PR っていう指標はあくまでもその次の12ヶ月の EPS に対して何倍の株価がついているかという手法なので、これに金利に対するあれが入ってない、調整が全く入ってないんですよ。で、これに金利に対する調整を入れたら、まあ、よりね、あの金利が上がったら売られる、金利が下がったら上がるみたいなところを可視化できる、ね、のが ERP ということになります。はい、で、えー、ERP のちょっと定義をお話ししますね。ERP とは、イクイティリスクプレミアムの楽勝で、株式リスクプレミアムのこと。 株式の期待収益率と無リスク資産の収益率との差、株式の期待収益率と無リスク資産の収益率との差ということなんで、まあ、株価で10%収益期待できそうですねというのと、無リスク資産、すなわち国債ですね、が3%利益,利益取れそうですよとなったときは、この7%が ERP になります。つまり、株式の方がリスクが高い資産だから、あのー 株式を買う人は、まあ、無リスクの人よりも7%、まあ、リターンが得る可能性がありますねというのが、まあ、この今,今の例で言うと、ER、になりますちょっと続き読んでいきますね、えー、価格変動リスクの高い株式に投資する場合国債などの価格変動をしないリスクフリーの資産に投資した場合と比較して、えー、どのくらい利益が大きければ投資をする気になるのかこの上乗せされる部分を言う。うん プレミアムですね利益の差がなければリスクを取る価値はなく、株式に投する場合は、そのリスクに見合うだけの十分なリスクプレミアムが必要になるという解説になりますね。まあ、ちょっと難しいですね。こちらオリコンさんからの引用でした。でこれがまあそのチャートになります、ERP のチャート。でこれもまあまあ分かりづらいので、まあ一言で言っちゃうと、どういうことかというと、えー、高ければ高いほど、基本的にえ国債に対して株式が魅力です。 国債に対して株式の利益率が高い、低ければ低いほど株の魅力が低いです。えー、っと国債に対して株の利益率がそんなに高くないというね、まあ、そんなチャートになります。今は、ね、そういった程度の捉え方で大丈夫です。でこちらが計算式になるんですけども、ERP イコール株価収益率マイナス無リスク収益率という話になります。でこちらがどういうふうに算出されているか分かんないんですけども、おそらくこういうふうに算出されているだろうというところがこれです。 えー、駅利回り、マイナス10年国債の金利です。でまあ、さっきの無リスク資産のところの、ね、が10年国債の金利というところはいいと思うんですけど、今3.1%ぐらいですか。えー、駅利回りというのはどういうことかというと、えー、PR の逆数になります、えー。すなわちどういうことかというと、じゃあ例えばですけれどもね、えー、と100ドルの、まあ、株式会社安の一株の利益が、一株の価格が100ドルで、 株式会社やの来年ののの利益は10ドルだだとしますだからこの会社の株を1株買った、100ドル買った人は、まあ、配当とかでもらえるわけじゃないですけども、潜在的な利益の期待値として、えー、10%、ね、10%もらえますよね、100ドルに対して10ドルもらえるかもしれない、まあ、会社の株なので、10%の、まあ、10のこれ、疫り回りということになります。 えー、PR っていうのは、株価が EPS の何倍ついてるかっていうことなんで、これに関して言うと、PR が、えー、10ということになりますけども、まあ、一般的にはこの、えー EP、PR の逆数がえき、ー、り回りで、駅利回りっていうのは、その株をその株価で買った場合、1年後の何の収益が得られますかみたいなね、まあ、そんなのが駅利回りという仕様になります。 PR が15なら6.6%で、ごめんなさい、ここちょっと間違えちゃったんですけど、PR が21なら4.7%ですえ。PR が15の株式を買う場合は、1年後に6.6%の収益が期待できるし、PR が21の株を買う場合は、1年後に4.7%の収益が期待できるって。まあ、そういったことになります。で、このえきりまりから10年国債の金利を差し引くと、あのー、その、株が、株が、 10年金利に対してどんだけこうよ,より利益を得られるかというところが分かるというのが、まあ、ERP という、ねまあ、指標になります。と、はい、いう感じかな。で、ちょっとここで切り回りのところいくんですけど PR が15で PR が21ならということをどういうことを指してたかというと、まあ、ここですね、PR21 っていうのがこ、えー、と株が大きく下がる前です。 えー、PR が21っていうことは、この時は駅伝回りが4.7%だったことですよね。だから、この時 S&P500 の株を買うっていうことは、1年後に4.7%の期待利益があるものを買うということになります。でそれが今、もう15近くまで起きたので、15近くまで落ちてきたということは、今、この株を買うということは、6.6%の1年後の期、ね、待収益が得られるっていうね、まあ、そういった話になります。はい、ただ、これが割高か割安かどうかっていうのは、 国債の金利と比べましょうっていう話になりますよね。えー、すごい直感的に見ても、この例えばこれ4.7%の時って、えー、長期金利が 1. 点そう1.2とか1.3だったとしましょう1.2だとしましょう。そうすると3.5%分だけ、えー、っとお得ですよね株の方が。でこちら今15パー 10PR15 なので切り回りが6.6%ですよね。 あの株価がすごい下落すると EPS が同じの場合、切り回りが上がるんで、えっと、e、EPS が10のまんまで、さっきのス株式会社の例で言うとね、え、EPS が10のまんまで株価100だったら1 0だったらントですけども、株価がそれが50になりましたと、え、50になったら EPS が10で株価50だと、えと切り回りは、えっと、どんくらいだえっと、ちょっと待ってえ20 20、えっと、ーセ20%でいいのか。 20%になりますよね、えきり回りは。うん、だから、あのー、PR が下がるということは、株価が下がるということは、えり回りが上がるということになります。で、前世を、株価がすごい下がってきたので、PR は15になって、えきり回りは6.6%になりました。で、えー、この時の今の、今の、えー、と10年金利なんですけど、大体3%ぐらい、3.6%ですよね。えー、さっき4.7の時は、金利が1.2で3.5。えー今は 切り回りが6.6で金利が3だから3.6ということで実はこの ERP っていうのはかなり暴落前と今の ERP っていうのは似てるんですよねそれが指し示めしたのが、まあ、このチャートになりますえっ、ー、とコロナ前ねまあこれどこで見るかっていうところもあるんですけどもまあコロナ前大体いい300ねこの230ぐらいあったんですよこのあの S&P の切り回りと えと長期金利の差、すなわち PR が21の頃ろ、駅入り回りが4.7%の頃は長期金利が1.2%だったので、駅入り回りが3.5ですね、駅入り回りこ、ER、P が ERP が3.5ですね、今は株価が下がって、駅入り回りが6 5上昇しました、6.6%上昇したけども、えー、金利は3%なので、えー、ERP はまたこれ、えー、と360でしょみたいなね、まあ、そういった感じになって、実はこの。 株の何、えー、て言うのかなその、えー、期待収益率とこのえっ、ー、と国債の金利を引いた値っていうのは暴落前と今ってあんま変わらないですよだから暴落前に株を買うのと今買うのっていうのは、まあ、基本的に株価が一定ってある前提であればそのとか金利が一定であるという前提であればその 期待というか、まあ、乗ってるプレミアムリスクのプレミアム感というところは変わらないですよね。で結局何が起きたかっていうとこの2021年にもう金利がガガガガガって上がったじゃないですか。で金利が上がるとさっきこの4.7%だった駅利回りが金利が1.2から3%に上がるとねっ疫回りが3.5からえー、っとその。 1.7まで下がるじゃないですか、だから、それがこの状態を示してですね、まあ、実際、株価が下がりながら金利が上がっていったので、1.7までは落ちないんですけども、この時は最大、最,最小2.3まで落ちたんですねこの、これ見えるかな、ちょっと、はい、2.3ね、うん、じゃこれ見えなかったですね、ここ。ちょ拡大しようか。 ここ最大、ね、2.34ぐらいまで、えー、ERP が落ちたんですね、これ、どういうことかっていうと、PER が21の銘柄に対して、金利が3%までがーっと上がってしまったので、その瞬間では、国債に対して株が追加で得られる利益率って、たったの 2. ちょっとしかなかったんですよ、2. ちょっと、2. 何しかなかった。 だからこの状態では誰も株を買わずに、株がどん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 売られていった。株がどん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 売られていくと、えっと、えきり回りはあ、えきりりは上がります。で、えきり回りが上がってて六六点パーセントになった結果、六六点パーセントから三パーセント引くとね、本当は三点六なんですけ今三点二八ってなってますけどね、えっと、まあ三パーセントになりますと。ね、ERP が三パーセントになる。三パーセントになれば、あの国債に対して、まあ、 株を買う、まあ、メリットっていうのが、まあ、コロナ前と同じぐらいあるよねっていうことで、まあ、ここでね、大体逆、まあ、金利が上がらなければっていう前提ですけども、やっぱり逆金融相場っていうところはね、一旦落ち着いたのかなっていうところがね、このチャートを見ればね、ちょっと難しいんですけども、こういうね、からくりになってます。はい、なんでこれがまあ、結局、PR だけを見てても分かんないし、えー、金利が上がれば株価が下がる。 金利が下がれば株価が上がるえ、どれくらいっていうところを可視化したのがこれになるんですね、今は金利が上がって、金利が上がった分、この ERP が下がった、株価が、えー、ごめんなさい、えー、っとああの株のえ切り回りが国債に対してすごく縮小してたから、株がどんどん株価を下げて、株の値切り回りを上げることによって、また再び、ね、あの通常の領域に戻ってた、すなわちこれが逆金融相場のまあ終わりだろうということの、ねまあ、指標になります。はい でえー、ここから先、どういうことが展開が予想されるかというと,、えー、と、基本的に2つの展開が予想されます、えー、まず1つが、かなり先になりますけれども、あまあ、3つでいこうか、三つ,つ考えられます、えー、まずはかなり先になりますけれども、金利の低下の予想、金、えー、利の低下になると、えっ、ー、と、えきり回りマイ10年国債金利なので、えー、この ERP は、金利が下がれば、ERP はググって上がってきます。 ERP が上がるということはどういうことかというと、国債に対して株の利益率はすごい高い、じゃあ株を買っていこうということになります。もう一つ起こり得るのは、えー、今、コア CPI ね、少し高めの予想が出てます、家賃もなかなか下がらないねという中で、もしこれがね、コア CPI がさらにこうちょっと加速しちゃったりとか、インフレが収まらなかった場合、FRB がちょっと3%じゃだめだと、来年3.5%にするっていった瞬間に、 えとまあ、要は、駅離回りマイナス国債金利ということで ERP が下がるわけじゃないですか。ERP が下がると、またその分だけ株価が売られていきますというね、まあ、そういった計算になります。3つ目、起こりうることが今度は EPS の低下です。EPS の低下。EPS の低下がなんでね、よくないかっていうと、まあ、これも理由は簡単なんですけども、例えば、 さっきの安株式会社の例で言えば、EPS10 で株価100だったら、まあ、10%のえき、ー、り回りになります。ただ、e、EPS がね残念ながら下方修正で10じゃなくて5になりましたと。10じゃなくて5になりましたってなったら、株価が100の場合はね、えー、と5%しかえきり回りが得られないんですよ。でそうなってくると、その ERP というのは当然下がりますよね。えき、ー、り回りマイナス国債金利なので、その。 EPS が下がれば、駅に回りが下がって、ERP が下がる。ERP が下がると株式の魅力がなくなるので、株が売られるという、そういった結論になります。ちょっと分かりづらいですけども、そういった話になってきますね。はい。あ、これ、書いてきますね。なんで、今、一番、あのなんちゅうのかなその、懸念しなきゃいけないのは、あの予想 EPS ですよね。で、こちらがの2022年末。 そして2023年末の予想 EPS のまあ推移なんですけれども、これ、先週末に出たデータなんですけど今、現時点では、将来の EPS 成長予測が下がる予想はまだ出てません、まあ、これからこの決算をけてどうなるかっていうところなんですけれども、なんで、この現状況においては、駅り回りは今のところ、S、S&P の駅り回りは今のところ6.6%のまんまです。だからえ金利が固定である限りはは国債に対して株式の魅力は まあ、十分かどうかは分からないけども、えー、暴落する前の、えー、とプレミアムと同じですよということなので、まあ、ここからさらに、ね、EPS の成長率が同じ、えーと、金利が変わらないのであれば、まあ、暴落は非常にしづらい、逆金融相場が終わってるのかなと思います、ただ、もし、ね、決算を上げてガイダンスが悪い、決算が悪いとなれば、これが途端に下がってきます。 それが下がってくると当然 ERP が下がるので株の魅力がないねということで株が売られていきますねまあそういった指標になります。はい、ただ あの今日これちょっとね、バズってたので、これあの、ピックアップしましたけども、まあ、最近市場、まあ、これはどういうことを指してるかちょっと分かんないですけども、あれですかね、フェッドウォッチャーのあのツールの折り込みが下がったんですかね、えー、もう来年にも株価の利下げが、ごめん、金利の利下げが来るんじゃないのっていうことがね、マーケットではまことしやかにささやかれ始めてます。うんまあ、これはね、えーインフレ、金利を上げすぎて、インフレを退治したものの、リセッションしてしまったので、金利を下げるんじゃないかっていうことがね、もうすでにささやかれてます。でこういういのを織り込むと まあ、今じゃないにせよ、年末とか、今年来年の、まあ、2月、3月とかにえ、徐々に利下げムードっていうことが入ってきます、え利下げムードになると、当然、疫、え、利、ー、回りマイナス10年国債っていうところの、えー、金利が下がるとね、当然、ERP は上がってきます、ERP が上がると,、えー、と株,が株って魅力的だよねっていうことで、株がどんどん買われてって、またそれが、株が3%ぐらいね。 国債に対して魅力的になるようにということで、PR が上がっていくというね、まあ、そういったことになっていきます。まあ、これね、あの利先が早速もささやかれ始めているので、まあ、あの今のね、ERP であれば、別にそんな、あのー、下すぎではいないので、あの利先が来たらね、かなり魅力的な商品になるのは間違いないので、まあ、皆さんね、買っていくことに動きになるかなと思うので、本当にこの年が、ね、可視化されてて、まあいいチャートだなと思いました。金金利利が下がががが上っったたらら株株価価れれるる下買わ とかね PR の割安具合、割高具合っていうのがよくわかんないから、金利を組み込むことによって、この今が割安、割高なのかっていうことを判断できるということですよね。ちょっとね、これ言い忘れちゃったんですけども、さっき言ったかな、あさっき言ったか、この底の時ですね、この底の時は金利が上がりすぎちゃって、株の魅力がね、あのー うかなその国債に対して少なかったから売られたって話をしましたけども、今後またね、金利が上がっていく局面で、この ERP が下がっていったら、ああ、やばいやばい、今ってかむって魅力ないんだなということでね、触らずに売,ろ売っていこうとかね、まあ、そういったことの、ね、判断に使えるかなというふうに、ね、考えてます。はい というわけで、ね、今日はこのえっと飛ばします。主、え、張、ー、は変わらずです。7月決算見ていきましょうということで、えー、EPS が、ね、変わらなければ、ERP も横ばいなので、まあ、そんなひどく売られる展開にはならないかなとは思っています。ただ、e、EPS が下がるのであれば、ね、それに伴って売られていくでしょう。うん、ま,あまた、インフレが止まらず、ね、金利3.5%とすれば、まあ、再度売られるんですけども、まあ、ポジティブなところを言えばね、あのー、金利が下がれば、この ERP というのが非常に上がって。 また変わりやすい相場になってくると思うので、まあ、そこを待つべきかなと思うので、まあ、あのこの ERP の使い方に関してはこういった話になります。はい というわけでね、ね今日ねすみません。長くなってすみませんし、ちょっと難解の話ですみませんでした。今日の話良かったよと思っていただければ、ね、ぜひね、チャンネル登録、いいねで応援していただけたら嬉しいですし、えー、スーパーサックスいただけたらね、非常に嬉しいです。そしてね、釣り好きの方いらっしゃいましたら、釣りチャンネルやってますんでね、ねぜひね、動画詳細欄から、えー、登録と LIKE をね、お教えていただけたら嬉しいです。というわけでね、今日はね、逆金融相場終了、これを見ろというね内容でお届けしました。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。